キムナイヌは、アイヌに伝わる妖怪。山にいる人を意味し、キムナアイヌとも呼ばれる。キムンク、キモカイク、オケンなどの別名もある。大雪山連峰北海道の大雪山に伝わる伝説によれば、石狩川の奥地の山の斜面に、キムナイヌがいるために止まってはいけないと言われた土地があった。キムナイヌは足が速い上に力も強く、熊でも何でも追いかけて、 手づかみにして殺すが、タバコに火をつけて差し出せば、人を殺すようなことはしないという。山の中でタバコを吸っていると、キムナイヌは、タバコが大好きなので寄ってくるが、タバコを少しつまみ取って、山の神さんにあげますと言えば、害を受けることはないという。またカラフトでは、ロンコローやーともいい、山の中で荷物が重くて困っているときに、姉しらっきうたらえかすうわと叫ぶと現れ、 荷物を軽くしてくれる。しかし、うっかりハゲ頭のことを口にすると、たちまち山が荒れ、急に雨が降ったり、どこからか木片が飛んできたり、土傍の大木が倒れてくるとも言う。山の中で、風もないのに大木が急に倒れるのは、キムナイヌの仕業と言われ、そのような時には、キムンポネカシーアイカニーをついなぁと唱えると、キムナイヌは退散していくという。 人間の血をひどく嫌うとも言うが、その一方、キムナイヌが人間を殺したという伝承や童話も少なくない。ありがとうございます。